わしが徳川家康と服部半蔵忍者隊が棟梁鬼の半蔵こと服部半蔵正成じゃ。はっ、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊と申し、この愛知県をより一層盛り上げるべく、名古屋城を拠点に平日はおもてなし、毎週土曜日は演舞をいたしておるわけじゃ。実はの、めでたきことがあるのじゃ。それはの、YouTube のチャンネル登録者数が4000人を突破いたした。いやいやいや、皆の者ありがとうござる。そしてそれだけではない、その YouTube の中に遅刻忍者という動画がござってな、それもなんとの再生回数が48万5000回以上回っておるのじゃ。さあ他にも忍者ズアイズという動画がござって、こちらも今7万回以上の再生を誇っておるということでな、本音ないつもありがとうござる皆の者見ていただいてな。さあ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 、何故我らこの YouTube なる動画を始めたかというとの、この現世では流行り病が今流行っておればな、その影響で我ら名古屋城での日々のおもてなしや毎週土日祝日の演舞ができなくなってしもうたんじゃ。故に我ら血を絞り出して、この Twitter なる場所で生配信を皆にお届けするという結論に至ったのじゃ。その名もドン、忍波伝じゃな。この忍波伝の生配信動画をより多くの者に見てもらうべく、 YouTube なるところに動画を載せるところから始まったのじゃ。してこの忍波伝に続き、我ら実はの自ら撮影いたし、自ら編集をいたしたりの、実に多彩な動画をこの YouTube 内で繰り広げてきたわけなのじゃ。してある一つのことに気がついたのじゃ。それはの、忍びに関すること、そして忍びと忍びの戦い、まあ敵方の忍びとの戦いなどな、この戦闘に関する動画などの反応がえらい良かったのじゃ。故にな、この主となる、まあ、いわゆるメインのチャンネルではの、忍びに関することや、忍びの、まあ、戦いなどを主な題材といたして、皆に届けてまいりたいと思うわけじゃ。それ以外の、まあ、動画なるものはな、なんと我ら、サブチャンネルを開設しようと思うとるわけじゃ。皆の者、ぜひな、この他の動画を見たいっていうものはな、このサブチャンネルを登録してくれ、よろしゅうお頼み申す。このサブチャンネルなるものはな、まあ個々の忍びの、まあそうじゃな、性格が出ておるやもしれぬ。ゆえにの、もっとこの忍びのことが知りたいなというものはな、サブチャンネルにもぜひ足を運んでくれ、よろしゅう。我らのインスタグラムなるものや、TikTok、Twitter じゃな、Facebook など、さまざまな SNS なるものを展開いたしておるわけじゃ。おいだでな、みな、すべての援軍、何とぞ、よろしゅう、お頼み申す。それでは、みなの者、また名古屋城でお会いしよう。さらばじゃ。